ジョン・カニン・ガムリリーはアメリカ合衆国の脳科学者。イルカとのコミュニケーションを研究し、映画、イルカの日のモデルとなったことで知られる。アイソレーションタンクの開発者としても有名である。タンクでの研究は、ケン・ラッセルの映画、アルタード・ステーツ、未知への挑戦の題名で取り上げられ、映画の主人公は、彼とその変性意識状態がモデルと言われている。 ミネソタ州セントポールでカトリックの銀行のオーナーの御像師の家に生まれる。父は東海岸のマサチューセッツ工科大学進学を強制しようとしたが、リリー自身はカリフォルニア工科大学を希望し、結果的にカリフォルニア工科大学へ進学して神経生理学を学ぶ。1934年には作家のオルダス・ハクスリーの素晴らしい新世界に衝撃を受け、 学術への関心が物理学から生物学に移る。在学中に最初の結婚。恩師の中国で脳を研究するため人の解剖学の講義を受けられる。ダートマス大学へ進学し医学を学ぶ。ペンシルベニア大学卒業し、医学博士号を取得する。戦時中は航空における人間の状態研究に従事した。著作権侵害で映画。 イルカの日のプロデューサーを訴えてお金はもらったものの敗訴している。多くの著書を残して2001年に死去。生涯を通して一貫したテーマは意識におけるリアリティの研究であった。1950年代、ジョンは最初は脳神経活動から解明を試みる立場だったが、脳神経に電極を通す研究が FBI などの 政府情報機関の洗脳に悪用される経緯があった。1959年頃には神経学的アプローチを断念して、イルカとのコミュニケーション、アイソレーションタンクや薬物を用いた研究に重点を移す。1960年代後半に LSD が法律で規制される以前は LSD を用いたり、麻酔のケタミンを用いたり、アイソレーションタンクによる人体と精神の 隔離実験を行っていた。人間が外部からの入力を完全に立った場合、精神の内面の世界が増幅され、国際式の色彩や全生体験、宇宙へ飛び出すといった体験をするという政府への報告書はバイオコンピュータと LSD として後に出版されている。幻覚剤を用いたままアイソレーションタンクに入ることもあった。 アイソレーションタンクの中で浮かんでいるような生物のことを探求することを思いついた。イルカはこれに該当する生物であり、体積比における脳の割合で人間よりも大きな脳を持っているイルカの研究を始めた。脳を生命コンピュータとしてプログラミングの観点で考えた。そしてイルカに言葉を覚えさせる訓練を行う。またイルカとのコミュニケーションを試み、その際に 幻覚剤を摂取した。彼は秘密裏にケタミンをビタミン K と命名し、服用に依存するたび何度も命を危険にさらした。また、ケタミンやアイソレーションタンクに入ったまま LSD を服用することによって地球偶然統制局と呼ばれる存在に遭遇したと主張している。1976年にはヒューマンドルフィンファウンデーションを設立した。 上記二人とのスリーショットの写真が存在する。ありがとうございます。